んばんは。新世界竹川道場の竹川です。今日はですね、6階にあるソシアルダンススタジオの大前道場の方に、稽古に来させてもらおうと思ってます。何時に来るかは言ってないので皆さんのリアクションがちょっと楽しみだなと思ってます。で、あとちょっと遅刻してすいませんでした。で、稽古のくせに帯を忘れるっていう確認がありまして、本当にすいませんでした。許してください。じゃあ今日よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。6階に着きました。さあ、ここが大前道場が今練習してる場所なので、なんで着替えて入ろうかなと思います。これ覗いてる感じもいいですか。あと30秒です。今組手中なんで終わったら入りましょうか。すごい気合があってめちゃくちゃいいですね。あの一般部少年部をしっかり、滝川先生に見てもらって、ね、やってることアドバイスしてもらったことを忘れない、次につなげるようにしっかり覚えておいてください。よかった。で、一般もね、やっぱりちゃんとまずはディフェンスとかちゃんと習ってから組手も入っていくんで、まあ、怪我しないにね、いい稽古ができると思うんで、すごいいいと思います。いろんなパターンを作っていくので、この4種類だけでも、その、ね、果てしなく数多いコンビネーションが作れると思うんです。じゃあ頑張りましょう。じゃあやりましょう。ボベキ来ましたね。少女は昔からそうなんですけど、組手なんてめっちゃ元気になるんですよ。まあ普通のね、ミットとか基本稽古とかも元気なんですけど、組手を楽しんでるっていうところはポイントの一つだと思いますね。このまんまで組手を楽しくできる生徒さんでこういてもらえると、すごい将来がめちゃくちゃ楽しみですね。これですよ。この前僕が YouTube で上げさせてもらった全日本大会の選抜で大前道場生が見事、ね、選抜で優勝しました。どう、嬉しかった？なあ、こんな大きいのにすごいでしょ。何やったの？嬉しかった。なあ、すごいな。いいよな。佐々木先輩って言ってしまいましたけど、お前ちゃん今日は稽古ありがとうございました。いえ、こちらこそ本当にありがとうございました。緊張しました。いやもう、まあ、僕と、大前先生の関係は、僕が中学校3年生の時に
空手を始めて、で大前先生がもうすでに色帯で空手を始められてて、でそういう関係で今もだから僕が空手を始めて今あの27年もっとなっちゃうんですよ、僕15で今37年です、足し算してちょっとポンって出るはずなんで、でだそういう中でだから20年以上の付き合いですよね、約22年そうですね、で僕は二十歳からキックボクシングの方にプロの方に転向して、空手からはね、6年ぐらい離れてたんですけど、でそこからまた空手に戻って今の新生会の道場を移ることにもなって、大前先生も一緒にねこうやって奈良を盛り上げていこうという気持ちで頑張っていきたいなと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。初めはね、道場入ってきた時にめちゃくちゃ僕放置されてたんですよ、本当に。なんかもう僕がいけないかのような、なんであんなことしたんですか。もうあれは緊張以外の何物でもないですね。すいません、また来て。いや今日ちょっと YouTube で初めて狛江道場の方に、まあ、出稽古動画撮らせてもらいに来たんですけど、どうでした今日。今日来てもらってやっぱり滝川先生 の、 あのアドバイス直接聞けた道場さん見てるんで、すごく良かったと、ありがたかったです。いや、ありがとうございます。こちらこそ。奈良県に新生会の道場は2つあるんですけど、お前道場と僕の竹川道場が、今は田原本の方はね、コロナのワクチン接種会場になっているので、柏原のこの場所とスポーツクラブ教えてらっしゃいますので、お前先生に教えてもらいたい方はぜひ柏原とコスパ小井戸の方に連絡していただければなと思います。で詳しい時間とか曜日はまた概要欄に僕のね貼り付けとくんで、またよろしくお願いします。まあ、来年第2回、僕と、大前道場と主催している MTO 杯が来年2022年3月27日に決まりました。握手。場所はね、また動画の方で撮影して YouTube にアップしようかなと思ってますので、ぜひともお楽しみに待っていてください。で、あとは選手もね、順調に決まりだしてますので、まあ、他の道場関係の方にもね、お願いすることがあるかもしれないんですけども、その時はぜひとも応援していただけたらなと思います。あとはね、いろいろ、去年も協賛していただいた方がすごいたくさんいてたんですけど、まあ、今年もね、まあ、ぜひとも竹川は、お前を応援したいなって思ってもらえる方は、あのぜひとも応援の方よろしくお願いします。おっす。あとは何か。そうですね、その3月の MTO 杯全力でサポートさせていただきますので、おっす、ありがとうございます。楽しみにしてます。おっす。まあ、それはそれと、僕もどうですか、僕は今の僕はね、もう最高ですね。いや、もういつもさっきから、シアにはもう助けられてばっかりで、いや、そうやって自分を上げるのはやめてください。なんか自分の株しか上がってないですよ。まあね。いや、でも僕、なんて言ったらいいですかね、こう見てない先輩とか、あのいろんな方に失礼かなと思うかもしれないですけどね、あの本当にもう親父みたいな感じなんで、あの本当にいつも一緒にご飯食べる時とかも、まあっていうように怒られてるんですけど、可愛がってもらってるんで、今後もね、お付き合いお願いしたいなと思います。いや、でも本当今日は貴重な時間こちらこそもらってありがとうございます。聞いてきました。いや、また皆さんにもね、俺の方を見てください。あの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。